はじめましての方もご常連の皆様、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。昭和時代のお茶の間の娯楽の王様といいますとテレビでしたが、このテレビの没落の快進撃が止まりません。テレビ朝日は昨年度悲願であった三冠王をゲットだぜとしました。三冠王とはゴールデンタイム、プライムタイム、全日の三冠です。確かにテレビ朝日は昨年視聴率三冠王を取りましたが、その前まで三冠王を取り続けた日本テレビの視聴率と比べると下がっているんです。さらに昨年度で限定すると、首位になったテレビ朝日と王座陥落となりました日本テレビ、両者にははっきりとくっきりとした違いがあるんです。それはいささか意外なようなんですが、スポーツなんです。例えばサッカーで言いますと、日本テレビは全国高校サッカー選手権を中継するなどサッカーのイメージはそれなりにあります。ただ昨年のサッカーワールドカップカタール大会の地上波での放映権をゲットしていたのは皆様の NHK とフジテレビ、そしてテレビ朝日です。さらにペッパーミルでおなじみとなりました WBC、 こちらの中継は BTS、 あ、間違えた、TBS とテレビ朝日です。つまり昨年度で見たときに、高視聴率を取ったテレビ番組を中継していたのはテレビ朝日で、日本テレビはこれいずれもかすってもないんです。サッカーワールドカップなどニュース素材としての使用料を払っていなかったのはテレビ東京だけで、それ以外のテレビ局はニュース番組などで素材としては使えたんですが、テレビ朝日は自分のところで試合を中継してそのまま特番になだれ込みからのワイドショーでギャースカギャースカ騒いでいた。それができない派だった日本テレビとの視聴率の差がつくのは当たり前ということです。さらに没落の快進撃と言いますと、テレビ、新聞、雑誌、そして本、書籍もそうなんです。まずは新聞から言いますと、ハンドルネーム特攻のキャリバーさんがこんなツイートをしていました。直近の ABC 部数で日本経済新聞が前月比5万強の減少で150万部台に突入したとのこと。いよいよ日経300万部時代から半減、半分になっちゃいました。この番組は令和5年4月29日、すなわち昭和の日の配信を予定しております。そのかつての昭和時代と比べてメディアを取り巻く状況はガラッと変わりました。しかし、それはネットの普及という媒体の変化だけではなく、どうしても自滅の刃感は拭えないんです。日経新聞というのはデジタル化に成功した新聞と言われているんです。21世紀になったぐらいのタイミングから既存読者に対してデジタル契約を押し紙というか、まあおすすめして、それによりデジタル化の成功例とされてきたんです。ただこれ紙からデジタルに引っ越しさせることはできました。ただそこからの新規客の開拓にはつながっていなかったということです。言うなれば既存客という在庫がなくなったら、はいそれまでよということなんです。またこれは他のメディアにも通じるんですが、日経新聞に特に代表されるのが、直近では少子化対策に消費税を活用しようだなんてね、不手やからだというか、そういうとんでもない話、そんな経団連の徳良会長の話をドドーンと見出しに打っているんです。これ本当の意味で情報を求めている人からすれば、それぜーっと財務省のロードマップですよねとすぐに気がつく話なんです。今回は触れませんが、ハンドルネームひまそらあかねさんがギギギギギガガガガガッと開いた先に広がっていた赤い闇、その向こう側では湯水のごとく税金公金チューチュースキームができていた。これがネット上では今広く共有されているんです。また元経産官僚で現在は各議員のブレーンを務めております宇佐美のりやさん、総務省からの説明と弁護士先生と論点整理したところをツイートしていて、次のように結論付けております。東京都の答弁はほぼ 100% 嘘と詭弁だけで構成されており、追及する必要がある。金返せ。もはや日本共産党と強いつながりのある一般社団法人コラボ並びに代表の二藤夢乃さんの話にはとどまらず、ネットスラングでいう視点の WBPC からのというか、もうこれ東京都の話だけではなく、厚生労働省が来年の春から施行しようとしている困難女性支援法、こちらにまでもう話が及んでいるんです。
よってちゃんと情報を得ているものからすると増税との前にやることがあるでしょという話になるんです。ところがデジタル移行に成功したと言われる日経新聞が財務省の言いなりになっているんです。その言いなりの理由について様々ありますが、これまた近い話で言いますと、軽減税率という毒まんじゅうむしゃむしゃいただいたからだと見られています。しかしこれも算数ができればおやおやって話なんです。消費税率 10% から 8% に抑えてもらってもわずか 2% です。日経新聞は徴用感込みで税込み4900円ということは、端的に言って毎月5000円も財務省の広報誌にお金を払う必要はないと、そう考える人が多いんじゃないかということです。しかしそんな新聞界隈よりもより社用化が進んでいるのが出版業界です。あの進撃の巨人の実写版の脚本を書いて悪い意味で世界の度肝を抜いた映画評論家の町山智博さんは、なんだか目の敵にしております評論家の唐沢修一先生に当てこする形で4月26日にこんなツイートをしておりました。1500円の単行本で4000分、印税率 10% の印税額が60万円ですね。ベストセラー作家の林真理子さんが、今は私ですら初版7000部と書いていましたが、彼女より売れていない物書きの初版部数は3000部から5000部、年に4冊単行本を出しても年収300万円に届かない。年に4冊出すのは至難の業。それが出版界の現状です。かつて年収300万で生きるなんて本がありましたが、あらあら、それは大変ですね、なんて思いましたら、こちらのご自身のツイートを引用してこんなツイートもしておりました。本が売れないのは経済のせいじゃない。アメリカではもっと売れず、書店は大都市に3軒もない。全世界的に本を読む習慣が減ったので、電子書籍もそんなに売れないし、当然漫画も売れない。大事なんでもう一回言っておきます。当然漫画も売れない。映画はアニメしか客が入らない。テレビもラジオも持たない人が多い。日常で字を書く機会もほとんどなくなった。こちらの町山智博さんのツイートを引用して、思想家なんてね、紹介されます内田達先生がこんなツイートをしておりました。町山さん、こういうトレンドは何と呼んだらいいんでしょうか。とても反知性主義では言い尽くせない、ある種の脳の使い方を放棄しているような気がします。人間に何かとんでもないことでも起こっているんでしょうか。シロがこう言ってます。自滅の刃。まず漫画を含めた紙の出版物の売り上げが起こっているのは、これは事実です。一方漫画というコンテンツにおいては状況が違います。直近のデータ見つからなかったんですが、2021年度とその前の2020年年度、それぞれ過去最高の販売金額を更新し続けたんです。紙の漫画の売れ行きは落ち込みましたが、デジタル版がこれを補ってさらに余りあるというか上回ったんです。端的に言って漫画売れているんです。ところが出版業界に明るく、マスコミ界隈で言いますと TBS ラジオなどでもご活躍なされております映画評論家の町山智博さんが、当然漫画も売れないと断言しちゃってるんです。また本を出すたびに新聞や雑誌などの書評欄で紹介されることの多い内田達さんは反知性主義と、まるで読者の側に問題があるかのようなつぶやきをしておりました。メディアの変化により紙の本が売れなくなっている事実はあります。一方、紙の本と同じ内容を動画で語り人気を博してうっしっしーとなっているかどうか台所事情知りませんが、大人気を博していることは間違いないのが高橋陽一先生です。そしてこれぶっちゃけて言いますと、高橋陽一先生というのは紙の媒体でもウェブ媒体でもご自身の番組でも、さらには人様の番組にお呼ばれした時もその時々でほぼ同じことを言ってるだけです。なぜなら事実ファクトベースでの解説なので、むしろ同じこと以外を言う方がおかしなことになるんです。もちろん高橋陽一先生も憶測や推測を語ることはありますが、その時には個人の感想ですと断りを入れています。またそれが結果的誤報になったとしても、事実と感想あるいは推測を切り分けていれば問題はありません。対して当然漫画も売れないなんてお話は Google 先生に尋ねればすぐに確認できてしまいます。平たく言えばすぐにバレる嘘、言い方を変えれば口から出まかせを繰り返せば視聴者や読者にバレて業界全体の信頼を損なってしまうんです。
これが新聞書籍に代表されるマスコミの没落の快進撃が止まらない理由の一つなんです。さらにこれに拍車をかけたのが安倍川の皆さんです。安倍元総理は総理大臣の時代、一挙手一投足が批判されました。もはや安倍晋三が安倍晋三という理由だけで誹謗中傷バリ雑言の雨あられ悪魔のつぶてが投げられ続けました。安倍元総理が凶弾に倒れてからもネットスラングでいう死体蹴りが繰り返され今も続けられております。日本社会の参加者の多くがこれを望みません。それは日本社会が築いてきた文化にないからです。そしてそれが確実に今回出版業界を追い詰めているという疑惑が、ちどこーん。進撃の映画評論家町山智博さんが、当然漫画も売れないなんてね、なんか面白いツイートをしていた同じ4月26日、公開された集英社オンラインの記事の見出しはこうあります。衆院山口4区、70年続いた岸安倍王国で安倍政治総括ドキュメンタリーが上映。妖怪の孫、内山監督が見た妖怪の選挙区のリアル。安倍元総理を貶めるかの、映画と名乗る動画コンテンツのようなのですが、立憲民主党から有田芳生さんがうざがらん目的としか思えないんじゃないかなという形で出馬した山口4区、山口県の下関市において、自主上映した、そんな映画監督らしき人物、その人物の作文を集英社の名前を冠したサイトで公開したんです。安倍元総理を存在から否定する安倍ガーや安倍カルト、あるいは安倍ヘイトの皆様は、ピッ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 といやらしい笑いを浮かべるかもしれませんが、それは国政選挙の結果から日本社会におけるレア者パチ者はぐれ者少数派です。何より日本社会ではなくなれば皆仏様です。私はもはや集英社という文字列を見ただけで嫌悪感を覚えます。平たく言うと嫌われる努力。嫌われる努力です。ここで昭和時代のお茶の間の娯楽の王様だったテレビに話を絞り込みます。視聴率三冠王の玉座が日テレからテレビ朝日に移った、その理由の一つ。それがまさに社用産業を象徴するかのようなエピソードだったんです。4月19日のデイリー新潮のこちらの見出しの記事です。日テレが大谷翔平の動画使用権を10億円で獲得？これまでは動く大谷を放送できず。白がこう言ってます。紙芝居。昨年までは日本テレビのニュース番組でもワイドショーでも動く大谷さんを放送できなかったというんです。昭和時代、100万馬力でおなじみだった鉄腕アトムが切り開いた地上波テレビのアニメというのは、電気仕掛けの紙芝居と揶揄されました。ディズニーに代表されるフルアニメーションと比べたときに動きがぎこちなく静止画も多かったからです。テレビは令和を迎えてそんな昭和時代に先祖返りしているんです。つまりこういうことです。昔テレビというものがあってな、偏向報道に報道しない自由とやりたい放題やっておったんじゃ。とんでもなく悪いやつだ。まあまあしかし安心しろ、この世に悪の栄えた試しはなし、控えおろうとばかりに。テレビの我々って悪、マスコミ全然が悪ですか？やっぱりバレちゃったと冗談はともかくなんですが、もはや昭和時代というのは歴史の教科書に載っているそうです。そんな昔の頃からあるテレビと新聞とか雑誌はね、もうそろそろ消えたやったとなったとしても、今はネットがあります。ことをことほぐ昭和の日の今日この頃でございます。様々なことがあった昭和時代、私も知り得る限りの昭和時代を語っていこうと思います。それを微力のような私たちでも残すことができる、それがネットの時代なんです。我々の微力は来るべき未来にきっと無力じゃないんです。というわけでみんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
と番組に最後の最後までお付き合いいただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけん、じゃんけんチョキ。私がチョキなのでグーを出したあなた、グッジョブ、おめでとうございます。私と同じチョキを出したあなた、違いますね、あなたと私で123のトリプルピース。そしてパーを出したあなた、やっぱり昭和の日なんでね、さよならさよならさよなら、淀川長春かーい。それでは本当のバイバイ。